あゆみな、今日が、はい、素晴らしいな。今日はアジアオープンね、ね、日本で一番大きい大会の物販、自分で今日アルバイトしたら、ね、めっちゃ嬉しいです。結構お客さん来たね。そうそうそう、すごい。今もう、ライジンチャンプじゃないで、ベーって負けて今もう、これからのアルバイト探してる。一生懸命やってたね、でもね、まあ、これから一緒で仕事してる。いやちょっと一生やだ。毎日会うの？I love you。 社長、あのシフト合わないようにお願いします。同じ方がいい。社長、同じは嫌だ。なんで彼がの一緒でだったら絶対彼が仕事やってる。私も厳しいなってる。ちょっと鈍いないが彼がずっと逃げてる。サボらの仕事で。違う、サボらないよ。頑張れな、私ボコボコかれる。あなた大丈夫？今日お金合ってる？合ってるよ。400円間違えてない？400円。おい、お金400円間違えてないね。ダメしてかね、それ。いや、無視してお願いします。無視して。これからどうなるんですか。もうやめてほしい、本当に。クラバー、今夜は自分のお兄ちゃんで、今日がアジア大会で今日がいいでしょう。私、めっちゃ嬉しいです。パワー全然違うね、自分で。彼が全部のパワー、彼から私パワーないです。まあ、申し訳ないです。おーす、ありがとうございます。勝ったらどういうもらうよ。最初はグーじゃんけんぽい。ほらほら、さっき言ったよ。ね、社長、もう後でお金払うよ。あれださ、中部がありがとう。社長、やめろ。だあ、やめ、だあ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 。ダブ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 ダクレベルさん、すごい働いてます。めっちゃ働いてるね。本当に俺クビになっちゃう。いや、普通に働いてるのにびっくり。皆さん、今日がチャイネルレトイクコラボです。
標が自分のアジアオープンで、3日間で出てるよ。土日で、でももうすごいいろいろのみんな生徒の友達で自分のちょっとサポートして、マルキン先生応援とか、あとでブティレン今日のアルバイト、あとお兄さんも出ましたね。そう、お兄さん出てた。昨日お兄さん久しぶりに試合出てないね。昨日あとマスターでもう勝って、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。でもまあみんなセットで、まあ、勝つ負けるかでもそれはしょうがないな。でももう日本のアジアオープンで一番のレベル高くして、でも、ね、すごい良かったで、ね、私行こう。ちょっとさ、今日アジアのミエルがちょっと気持ち試合出たいな。でももうダメだ。とりあえずまだ集中のジミミエル格闘技で、また後でもう充実で大大会に戻るよ。Yeah!